最高の男は何者なんでしょう、デモクリトス。さあ、始めていきましょうということで、前回話したような形になるわけなんですけれども、まあ今から2400年前ぐらいですね、2400年前ぐらいに、まあ大体今の科学の元となるような考え方がなる。つまり世の中の万物の根源、つまり万物の根源って一体何で出来上がってるんだろうなと、どういうふうに出来上がってるんだろうというふうなことをまあ考えていったわけなんですが、はい、時代が早すぎて全く評価されなかった人ですね。まあ、正確には他のことで評価されてるんで、全然評価されなかった天才ではないんですけど、はい、こちら、デモクリトスさんですね。はい。この人はね、私が見た、私基本的にギリシャ哲学大嫌いなんですけど、天才だなって思いました。え、嘘でしょっていうね。はい。まずデモクリトスさん何を考えたかっていうと、この時代は四大元素っていうのが、知り終えてたんで、前回やったように水とか火とか空気とか、まあ、そういう土とかね、そういうんで出来上がってますよねっていうふうな、だから世の中の万物の構成はこうですよねっていうふうな風になってるんですけど、デモクリトスさんは、いや違うと。原子で出来てるよっていうね。もう完全に変人か超人は変人扱いです。お前バカなのみたいなね。はい。頭大丈夫かみたいな感じで、まあ長らくドルトンが発見するまでですね、ドルトンが原子っていうものを発見、ドルトンとかね、まあ、原子説とかを唱える、状況になるまでですね、全然帰りにもされなかった学問なんですけれども、はい、もう現在ではもう原子、分子ってのは当たり前ですよね。はい。ということになっていくんで、このデモクリトスさんは、万物の根源は、アトム、原子でできてるんだということですね。はい。考えに至った過程がまた恐ろしいですね。はい。ある、世の中にあるとないがある。で、まあ、あるとないがあって、ないからはあるは生まれない。ってことは、ないところには、そこには何もないっていうことじゃなくて、そこには空間が広がっている、極度空間が広がってんだよ、みたいなご考え方をするんですね。でも、あるけど変化するってことは、ある物体っていうこと自体が全然全く変化しないようじゃなくて、その要はピースが外れてひっついたりくっついたりするんじゃねえよっていうことを気づいたんですよね。いや、人間じゃねえだろ、こっち。いや、これ2400年前に思いついたら、いや、もう人間じゃないっすよね、ほんとね。はい、というふうな形になるんですよ。このデモクリトスね、万物の根源は、まあ多分なんか飯食いながら適当に考えたんじゃないですか。はい、万物の根源。あと、原子でいけんじゃないのっていうね。はい。ということでね。まあ、プラトンからボクソに言われてますけど、まあ、プラトンも私はボクソに言いますよね。はい。ということで、こういうふうな形になります。ということで、デモクリトスさんね。はい。デモクリトスさんのね、万物の根源は原子であるっていうね。はい。ということでね、10万馬力、100万馬力かな。はい。うわっってね。はい。ということになります。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。